いや、今シーズン出れないってなると、来シーズンはちょっと、来シーズンの方が難易度高い。そうですよね。いや、テンハーグのユナイテッドもあるし、コンテのスパーズも仕上がってくるし。あと、ニューカッスルがね、この間良かったもんね、アーセナル戦で。そうですね。なんか終盤とは思えない強度だったっていうか、ていうか、ジョエリントンとさ、ギマナイスが、普通にジャカ・エルネニよりいいっていう。普通に強度と技術と両方あって、選手の質で全然負けてないから、ニューカッスル。で、控え含めた質だったら勝ってるでしょ、あれなんだら。そうですね。で、あと、もう、戦術的なミスは許されないからっていうところでミスしちゃったから、それはまあ負けるべくして負けてはない。あと、全体のコンディションがあるじゃん。怪我してた人無理やり出してるし。そうでしたね。いや、ニューカッスル、ホームですごい強いんですよね。確かエディー・ハウが就任してから、ホームではリバプール戦しか負けてなくて。じゃあ、リバプールしか実質勝ててないんだ。そうですね。リバプールも本当に0-1とかで、ギリギリ勝ったような試合でした。最近だったんですけど。いやー、なんで本当今年行ってほしいですけどね。ただまあ、スパーズも強いんで。プレミアの場合は4枠っていうのがね、プレミアもう5、俺6あってもいいと思うよ。そうですね。まあ、こういうふうに考えるやつがスーパーリーグ作るんだけど。スーあれでパーリーし、グは入れ替わりがちゃんとあるんだったら賛成ですからね。あれ、固定化しようとしちゃダメで。あれでも CL って、あれ CL はあれか、参加チーム増えないんですよ。CL は、でもフォーマット変わってね、あれって本当にやんのかな？わけわかんない。相撲の取り組みみたいなフォーマット。ああ、なんか見ました。ちょっとあれ、僕一回じゃ理解できなくて。そうね、そういうふうにレギュレーション複雑にすると大会って盛り上がんないんだよね。ベルギーリーグとかもめっちゃ複雑で意味わかんなかったもん、この間。ああ、プレイオフとかのやつですよね。なんか勝ち点をね、合計勝ち点を半分に割ってみたいな、わけわかんないんだよ。実況の人が半笑いで説明したもん、もう。これちょっとわかんないんですけど、みたいな、なんか。野球のプレイオフとか僕なんかそれでちょっとよくわかんないなと思います。もう野球なんかさ、あれ、あんなにワンシーズン頑張って優勝した人のアドバンテージ一生って、で、そうそでれすバラエティと一緒じゃん。ね。こっからのポイントは10倍になりますみたいなさ、ドキャーみたいな。逆転勝ち、できちゃいますよね。変わってた。